疲れ様です。あ、お疲れお疲れ。今日もあれですか、ボーリングのピンのバイト。あー、そうだね。なんかこの仕事もやっぱ楽じゃないよね。やっぱりやっぱあのボールぶつかるわけじゃないですか。あー、やっぱあざとか怪我とかやばいんじゃないですか。やっぱりお子さんとか女性はね、うん、比較的ゆっくりだからまあいいんだけど、やっぱゴリゴリの大学生とかが酒飲んだ勢いとかで泣けたやつ、うん、あれ結構来るね。やっぱあれ痛いですよ、ね、あれ来るものがあるね、やっぱりね。まあ、ちょっと僕らもそれやったことあるから申し訳ないな。オールとかきついっすね。そう、オールきついね。あのやっぱ鼻筋って言うのかな。あー、やっぱ大学生ですよ。あー、鼻筋の深夜酒飲んで勢いでボーリング場来ちゃう若いやつら、ああいうの結構きついね。シフトはどうなんですか。どういう感じでシフトもシフトはね、まあやっぱ結構あのバイトリーダーだから。あ、バイトリーダーなんですか。うん、週7で入ってますよ、やっぱり休みないんです。うん、あの8ピンです、私は。あ、8ピン、うん、やっぱりエースが1ピンとかなんですか。あ、いや、あの8ピンとあの後ろの列あるでしょ、あの端っこが一番エースなの。あ、そうなんでかっていうと、あれ残りやすいんだよ。あ、当たらないっていう。そうそうそう、よくスピリット、スピリットっていうの。スピリットです。スピリット、うん、あ、そっちの世界ではスピリットっていうんだ。あ、そっち。スピリットっていうから。スピリット、魂みたいなやつ。あ、魂みたいなやつ。まあ、そう、まあわかんないけどね。まあ結構あそこ残りやすいから、結構位高いからさ。あ、位高い、あ、ババイドリード。うん、だから楽なの、あれどうなんですか、あの、なんか急に暗くなったりするじゃないですか。あとかタイム、うん、あどうなんですか、やっぱ楽しいですか、あっちは。いやー、もう迷惑なもんよ。あ、迷惑なんですか。でも怖いんじゃない、だって見えなくてボール来るから。同僚が同じタイミングで一気にバタバタ倒れるんだからね。知らない間に。全然楽しくないよね。明かりついたらもうめっちゃ倒れてる。フィーバーとかじゃねえんだよ。